今回のおじ散歩は神奈川県川崎市川崎区にあります関東薬用系三大市の一つ川崎大師にやってきました。今回は大三門から大本堂までざっくりですが撮影してきました。この矢印のように進んでいきました。第三門から大本堂の前まで進んでいきます。この第三門は厄払いのパワースポットです。立派な門で迫力がありますね。京都の吾妻寺の国宝尊像を目刻した仏教の守護神ですね。四天王が、東西南北を守っています。みんな強そうな迫力がある表情ですね。個人的には私はあんまり良い子じゃなかったので、昔こらーってなんか怒られてるような表情に見えてきちゃいますね。一礼して門をくぐっていきます。でかい提灯の真下をくぐっていきます。浅草の浅草寺の雷門にも大きい提灯ありますよね。大きさは雷門の方が大きいかな。正面の奥に見えているのが大本堂です。かなりざっくりと話しますが、川崎大師は厄除けの寺院です。そして調べたところ、川崎大師のほぼ全ての建物が何らかのパワースポットのようですね。神々失礼しました。そして初詣の参拝者数がなんと全国第3位だそうです。ここでちょっと私事の余談の話ですが、普段から川崎大師付近には仕事でよく来てるんですが、この川崎大師の中に入るのはかれこれ30数年ぶりです。私が高校受験する前に1回来ました。そしておみくじを買ったんですけど、その時なんと大凶を引いちゃったんですよね。それで縁起でもないからってもう一回引いたら、もう一回大凶が出ちゃったんですよ。あれにはびっくりしました。しかし無事に高校は入れたんですけどね。ただ普通の学校じゃなくて私立なんですけど、もう悪がはびこってるような感じの悪の巣窟のような学校で、入学の時に体罰公認のちょっと一筆書かされてから入学したんですよね。それですごいスパルタ教育でビシバシしごかれました。まあそれを悟って、ある意味この大凶は合ってたかもしれませんね。まあなんとか3年間耐え抜いて卒業はしましたが、今となっては良い思い出ですね。私の余談はさておき、ここは入ってきた第三門の内側の守護神です。八角五重塔と祈り塔、平和の像、その前をちょっと通過して、不動門の方に、行ってみました。この門は第三門の隣にある不動門です。奥に見えるのは不動堂です。この撮影は平日の昼間に来たのですが、屋台とかほとんど閉まってましたね。今回はこの辺で終わりにします。最後までお付き合いしていただき誠にありがとうございました。終わります。